こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。本日のお題をご用意させていただきました。おしゃれなトイレ、ここがポイント。山さん教えて。一目惚れをするおしゃれなトイレ、厳選5つですよ。まずですね、トイレってお手入れ性、機能、こういったところに目が行きがちなんですが、最近はショールーム行くと、あれおしゃれだなこのトイレっていうトイレが増えたんです。そう、もう見た目で気分って上がるじゃないですか。そういった面でこのトイレおしゃれのポイント、この5選でご紹介していきます。まずはドレスアップですよ。ポイント、ここなんです。トイレの顔、ここをやっぱり大切じゃないですか。そう、これパナソニックの洗うのなんですけれども、この曲線の部分とっても綺麗ですよね。洗うの L150、 一番上のこのシリーズはこの便座の蓋、これ6種類から選べるんですよね。ですのでこの好みのそれぞれの空間に合わせたその便座の色によって、この豊富なバリエーションですよ。まるでネイルのようじゃありませんか。一つ一つ見ていきましょう。このネイルのような便座の横にアームレストをつけたい方、ちょっとやっぱりなんか肘掛けかっこ悪いの、そんなことないんです。このアームレストも色が選べるんです。かっこいいですね、こんな感じで。赤金、砂金、こんな便座にとっても名前がつけてますね。銀レイ、フレンチオリーブなんていうのもあります。エボニー、こちら鍵盤ですね。ウッドボーダー、とっても温かみのある、それぞれがこういった内装に合わせて色をうまくコーディネートできてくる。これがアラウの L150 シリーズでした。ノーブルレーベル、特別なカラー3色品揃えしている、これがサティス。こちらのサティス G タイプ、今のまあトレンドカラーに最もマッチする、そういったトーン、このトイレのこの全体に色がついてるんですよね。じゃあ今までの色とちょっと違うわけですよ。まあいわゆるちょっとこう木目であったり、こういったまあ濃淡のある茶系、さらにはこの北欧風の内装材だってブラックで締めちゃう、こんな使い方もできるんです。そしてサティス G、 こちら私座って思うんですけど、このワイドな便座、これ座ってもらうとショールームで、あれなんか座り心地がいいって結構言われる方多いです。これゆったり感も特徴ではないでしょうか。ちなみにああいった黒のトイレ、なんか色がついてるとって心配されるのが、やっぱりまあ便の色、これがチェックできない、そういった時のためにこちらの鉢内はピュアホワイトで仕上がってる、この部分外、ここだけが色がついてるんですね。サティス S タイプ、これはちょっとこう短い、この空間が狭くても最小で使えるのもおしゃれなタンクレストイレ、こういった形でこの斜めのこの角度、ここがサティス S の特徴ですね。さらにこういった形でやっぱりおしゃれに収まります。ちなみにこのビフォーアフター、うちのトイレこんなにおしゃれじゃないのって思われてるあなた、この配管の給水管、ここをぐーっと回す、この薄い中に配管入れれるんですね。なので手洗い機もつけれますから、こういったビフォーアフターぜひ検討してはいかがでしょうか。続きまして、とうとう壁掛けトイレ FD、 浮いてますよね。このトイレ見た時に、なんかトイレがこんな感じにっていう風に驚かれる方、とってもいいフロートタイプ。もともとはですね、このレストパルっていうトイレ、これも浮いてたタイプあったんですが、これが汎用性のあるもっと FD という形でコンパクトに登場しています。そして光がこういうふうに出てくるんですね。ですから夜のお手洗い、ちょっと暗いなって時もこの部分光っていれば安心ではないでしょうか。まさに浮いてるトイレ、壁掛けトイレでした。そして最後、やっぱりトートといえばネオレスト。こちら、まあ丸みのある RH タイプからご紹介していくんですけれども、もう、なんかオブジェのようですよね。すごくこの丸み可愛いなと思う方、女性の方多いんですけれども。そして男性で行くと、ちょっともう少しシャープな方がいいっていうあなたは AH タイプ、こちらも人気があります。そしてこちら NX、 これはですね、発表された時になんだこのトイレ、これこそ本当にまさにオブジェだと思うんですけれども、このまあネオレストの最高峰、こちら展示があるショールームに限りがありますけれども、ぜひ、トートのショールームでチェックしてください。大型都市のショールームに NX、こちら、展示があるかなと思います。本日のまとめいきたいと思います。デザイントイレ5つ、アラウの L150、そしてネオレスト、
RH、丸みのあるやつありましたね。それから、サティス FD。こういったサティス S ちっちゃなトイレもぜひ見てみてはいかがでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信しています。ぜひ、山さんと友達になっていただいてメッセージスタンプくださいね。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。